なに DM くんさん、雲が頭おかしいです。夜行バスに乗れなかったのをヤチが最寄り駅を教えなかったせいだと言い、ヤチに払い戻し請求されてます。いい、もう会うな、お前らもそんなトラブル起こすならマジでよ、もう会うんじゃねえ、もうやめろ、もう知るかんなこた、知るかいなんだもんよ、マジで何の話だよ、どういうことなの、何が起こったの、何、もうちょ暇すぎるからその話かまってやるよ。長文で説明されたけど 80% 何を言ってるかわからなかったなし、何なんかずっと言ってるわけがわからん。いつの話なのこれ、なあ知らんがな。え、何、大阪、まあ両方おかしいんでしょ、だから両方おかしいんだと思うけどな、別にどっちかが悪いとかじゃなくて多分両方おかしいんだろうね。何よし、今話してやろう、いや話しよう、今話してやろう、暇だから俺、どう、俺が愚痴聞いてやるよ、どうした、ワードいいよ、クンさんが聞くって言って言ってみ、クンさんが配信で聞くって言ってるって、クモなんかなんとかしてなんか呼べないの、クモにディスコ来いって言って、ディスコマイクラ雑談来いって、今多分外だと思う、まあ、外でもディスコは来れるでしょ、来た来た、聞き戦でもいいかって、ああまあいいけど、できれば話してほしいかな、面白いから、話せないの、バスらしい今、バス、え、乗れたの、は、は乗れてんじゃん、あ新しいバスを手配したのね、え、じゃあクモチャット打ってみ、聞き戦でいいから、マイクラ雑談でやち、なんかディスコードすげえ長いディスコード来てるなんかごめん、なんか人間同士の DM のやりとりとは思えなくて、とてもじゃないけど、なんか何言ってるか全然わからないなんか人間同士のやりとりじゃないなんか宇宙人と宇宙人がなんか話してるようにしか見えなくて無理、 DM 何言ってるかわからん、クモ聞こえた、クモさどうしたの、何があったの、クモ目線教えてよ、ちなみに1に小学生レベルって言われてるらしい、クモ小学生、ワンに小学生レベルって言われるときつすぎだろさすがにやばすぎるじゃあ自分が悪いでいいですか、いやいや知らない知らない、俺何が悪いとか知らないから教えてよ、何があったの、今日大阪から帰るバスを家賃に手配してもらいました、うん、もう雲が悪いね、家賃に手配させる時点で、ま、負けだね、もうその時点でなんかもう間違ってる、いやもういや それはもうかわいそうだよ、家賃が逆にそれで責められるの、やつできるわけないじゃん、で幼稚園生にさなんかやらせるのと変わんないんだよ、幼稚園生に、ま、なんかマイクラの企画考えとけって言ってるの変わんないよ、無理だよそんなこと、なんでそんなこと要求するんだ、まあでもノルチャが言ってるけど、自分でバス乗るなら自分で手配しないと相手が誰でも、まあ確かにその通りだね、それで間違っててもなんか文句言えないよ、ね、あんまりラーメン、クモさん自分でもわかるでしょ、なんでラーメンが諭してんの、11歳の子供に諭される21歳って冗談だろ、ヤチが今日1日仕切ってたんですよ、まあまあ分かった分かった、それでで なんか取ってもらったのは分かった、でヤチに任せて、 それでどうなったの、クモ大丈夫だったんですよ、クモヤチに任せてたんです、クモそれでまずバスから近い場所のロッカーに荷物を入れたくて、はい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 、それでヤチに確認のメッセージを送りました、でもバスのターミナルから結論言うと遠かったんです、ん？バスのターミナルから待ち合わせ場所の駅が遠かったってこと？荷物を置いた場所と来る場所が遠かったってこと？ちょ待って、あの、起こった出来事は何？その、なんか経緯はどうでもいいから何が起こったの？その、バスから近い場所にロッカーの荷物を入れたかったってのが分かった。で、それで何が起こったの？間違い、まずい事態として。ロッカーの場所とターミナル位置が遠かった？ん？バスターミナルの場所を教えただけ。あ、そうなんだ。え、ていうかさ、クモってさ、どこ住んでんの？別に、ヤチって大阪の人じゃないでしょ？だから、じゃあ、しょうがなくない？なんか、まあ、ぶっちゃけ、土地勘ないならまあ、東京住んでて別になんか、大阪なんかなんかそんな何回か来たことあるだけでしょ？別に。そのなんか住んでるとこ、住んでるわけじゃないでしょ？ヤチ。じゃあ、まあ、しょうがなくね？てか、自分で調べろよ。なんで自分で調べてないの？自分で調べた。え、で、間違ったってこと？ヤチがこっちって言って、詳しいならってそれにしは違ってた。まあ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 。いや、わかんないけど、まあまあ、なんか、やちがミスったのを教えたのかどうか知らない、わかんないけど、なんかまあ、多分だけど、なんかそれを、ワンとか、まあ、ディーディーとかが、その、やちに文句言うならわかるし、
なんかおいお前やつちゃんとしとけよって言うかもしんないけど、クモ21歳で成人してるのに場所教えてくんなかったって言って騒ぐのはちょっとダサくね。なんかそうじゃない、なんか別に家賃別にあんまこの件家賃悪くなくない、別になんかいや別にディーディーとかその未成年18歳未満だったらまあしょうがないけど、結論恥ずかしい、もう恥ずかしい恥ずかしい話だよ。でもラーメンそこが浅い。でもクモはじゃあ家賃にでも怒ったけど、やっぱ自分が悪いってことは分かったの。自分が悪いってのは気づけたの、クモは。あ、成長したじゃん。任せたのは悪かった。てか、他はなんか悪かったのは、家賃に対して、なんか、怒っちゃってごめんねって言わなきゃいけないんじゃないの。まあ、俺もちゃんと調べてなかったのが悪かったよ。ちょっと頭に血が昇ってごめんねじゃないの。多分、言うべきことは。で、急いでてダッシュしたのはわかるけど、そんなダッシュしたかどうかとか別にどうでもよくて、あ、まあ、ごめんなさい。あー、まあ、そうだね。よかった謝れたやったね、それはわかった、よかった。単位決大人になれた、イエイ。何だったのこの話。オチないん、オチないん。え、結論言うとクモがヤチに理不尽に切れてクモがダサかったってだけ。ヤチの心が広くてよかったね、許す。だってヤチの心が広くてよかった。お金もいいってまるで許してあげたみたいなニュアンスを感じる。落ち着いたら少し悪かったなとは思いました。違う、少しじゃない、全部お前が悪い。クモ全部クモが悪い。少しじゃない、全然クモが 100% 悪いよ。やばいって。いや、なんかコータンクモなしオフみたいなこと やろうとしてるけど大丈夫か、お前ら。知らねえぞワドルド、もマジどうなっても知らないからね、マジで。大丈夫なの、クモとのオフ会のハードル高っ。クモが一番年上だから大丈夫。コータン間違ってる間違ってる、名前クモさんにする。お金の管理とかスケジュールクモさんがやる感じだった。いや、窓やめとこう。窓ダメ、絶対ダメ、窓がやった方がいい。お金の管理窓が全部やった方がいいと思う。いや、ダメだよ、多分クモ任せたらダメだと思うよ。大変なことになるよ多分。ヤチがクモの時間すべて管理して荷物も全部持って、次からは全部ヤチがお母さんします。今回はすいませんでした。ヤチヤチまとも展開だったな。ヤチがまともだった、かなり。ヤチがなんかおかしい話なのかなと思ったけど、いや、どっちもおかしいって最初思ってたけど、ヤチに申し訳なかったわ。普通にクモがおかしい。クモがとことんおかしかっただけだった。全然やばかった。ウマヅラハギ、クモさんはまずトラブルがあった時はまず自分を顧みよう。クモさんと話しててこれはよく思うことだよ。え、このイベントはね、このヤチが悪くないレアイベントは 0.83% ですね、これ。0.83 ぐらい。あんまり起きない、これは。このイベント。カメスタ、ワドルド、イモムシ、コータンでオフ会した時、カメスタが引率してたから、もう誰が引率でも多少は大丈夫。まあ確かに、それなら大丈夫かも。まあそれならまあ誰でもいいか。確かに、それならいいか。いや、でもなんか確率論的にそれは何事もなかっただけで、ちゃんと事件は起こりそうな気がするよ、なんか。それなら事なきを得たってだけで、別になんか確率論的には多分無理な気がする。今度は一泊する予定？一泊？ログハウスを借りて一泊？いや、多分やめた方がいいような気がするな。ヤチ、その時荷物の管理は誰がするか決めとかないとね。あっ、これ俺ら乗っ取られてるんだ。おい、なんかやってんな。コタン？コタンいる？コタン一緒に、300人くらいと大将やんない？いいよ。あ、マジいいの？俺は嫌だ。ごめん、コタン。ごめん、また今度にしてくんない？俺は嫌だからさ。あなた心の病気ですよ。え、みんなアドベンチャーにしたこれ。あ、コタン？ミュート外れてますよ。コタン？あ？コタン、やろうぜ。僕喋ってる？うん。僕喋ってる。こんにちは。え？こんにちは。うん。こんばんはだろ。うぜえ。大将5人で5人死んだら終わりみたいな。5人全員死んだら終わりでよくない？どれ苦しくないっすか？多分絶対死にますよ、多分すぐに。で140人だったらハードコアでいけるくない？ダメかな。70人いたらさ、ハードコアいけるくない？登場戦だよ。まだ始まってなかったの？今から。そうなんだよ。いや、なんかね、トラブルがあったらしい。あ、うん、だからそこはちょっと記憶飛びながらの途中聞いてた記憶ある。パッとじゃないの？ああ、やばい、新キャラ出てきた。
なんでさ、なんで、お、落ちてく落ちてく、サンクスの半数嵐やん。あれ140人嘘これ、本当は10人ぐらいでやってた俺ら。10人ぐらいだった。一人芝居じゃない。何が起きてんのこれ、すごい。分かんない。でもこれ言ってるの、いや多分ログ見てヒデさんが番してくれたんじゃない。すげえ。あ、連投で番か。あ、なるほどね。あ、なるほどね。バカじゃん。え、相当なアカウント今レフトしたよ。相当入ってた。え、これオルソン DMC の仲間らしい。オルソン DMC に DM しとくわ。やめてくれ。あ、なんか始まった、また明日くんさんの配信始まった瞬間、ここにいる全員でこれ打つ。絶対怒られる、怒られるわ。すぎだろ。なんでこんないっぱいいんの。まあみんな乗っ取られちゃったから。トップね、今さ、あのさ、文章の後にさ、IP 書いてあってさ、間違えて IP 漏洩したかと思った。マジ怖かった今。やめて。え、ちょっと俺ら乗っ取られてるのこれ。え、みんなこれ移動しろ、移動しろ。初見です、めっちゃおもろいなこれ。マジで。息ぴったりじゃん。おし、普通に一回チャットすればいいのにさ、なんでその、なんで。いや、てか、めちゃくちゃマイクラのアカウント持ってるやん。ねえ、元気なの？資産家？何これ。お前の価値観、俺に価値、ノリくん？ノリ？え、ノリだった。最近見ねえと思ったら、アカウント買うためにバイト頑張ってたんだ、多分。あ、すごい。あ、偉いよ。今すごい、自分で買ったんだ。ちょっと買いすぎた。買いすぎじゃない？で、50人クラッチだとさすがにバレるから、300人っていうそのホワイトリストいらない状態でこれお披露目して。あ、お、今聞こえ始めた。聞こえ始めた。おるおる、大丈夫。え、ひまじさん、これ大丈夫この声。大丈夫。ガチで言ったんじゃん。あ、よかった。今、大丈夫。大丈夫？ガチで抜けたやつやん。今、まずいかと思った。ひまじんさん、おはよう。ひまじんさん、すごいことになってる。ちょっとリスナー止めて、ひまじんリスナー。あ、コータンリスナーさん、やらすのやめてください。コータンリスナーさん、やんちゃすぎだろ。え、これさ。そんなやんちゃ？コータンさんのリスナー。え、もう IP さらそうぜ、こっち。よくない別にいいんじゃない、わかんない。出ちゃう、かわいそうじゃん。ダメかな、あ、ダメだ。サーバー側からバンしたら出ないよ。ない。なんか出ないよね。で、これ IP バンってどうやってんだこれ。IP バンは、スラッシュバン IP、アケン1549。もうマジでやろっかな。いや、アケンさんに IP バレるからやめろってガチで。いや、俺長月おもろいと思うよ。いや、俺も長月結構好きだよ。うん。あんたお前のバカにしようって。でも最近本当に終わったなって感じるわ。ああ。いや、取り返せお前。この古城戦で勝って取り返すんだ。取り返します。負けないけど。そう、そういう人たちに、改めて活躍の場をこう、設けてるから。俺らは、終わっちゃった人たちに、活躍の場を。終わっちゃった人たち。お差が立った？うん、来た？これ、もしかして嵐いる限りできない感じ？おっと、真夜中に10人ぐらい VC つけて雑談して終わり？マジで言うと、マジで誰か率先して引っ張っていかないと、多分こうずっとグダグダ行くような気するから。いや、率先する。引っ張るもないよ、ずっと。サーバーが開かない。それはあれけど、雑談が長いよ。ちょ、サーバーが開かない。いや、わかる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 。はいはいはい。で、今、あの、コマンドの準備多分してくれてるから、それ待ち。もう、1分ぐらい置いて入る。ひまじさん入った？はい。みんななんか。あ、待って、これ誰でもバンできるよね、俺今。ちょ、タコアサ01をバンするわ。普段のサバイバルで殺そうとしてもさ、即抜きしてうぜいからバンしとこうか。それ殺そうとするのが悪いじゃん。殺す方がうざいだろ、それ。え、あと一人誰にする？あ、そっか、一人足りないのか。一個ほど呼んでよくね。ちょっと僕、大きど引くか。え、だからさ、これ、死刑がさ、僕は。喋らせやんとこだから、ムカつく。なつって言わ。なんかあんのそういうの。いやいや、触れんとくから大丈夫大丈夫。なんかさ、ガチっぽくなるからちょっとやめて。いやいや、もう言わなくて言わなくて。じゃ、カットしとカットしとくから。よくないよくないよくない。会えないな。え、これ何なのこれ。何が何なのって何。これ何、ウクライナ全員喋らせたら。ここ俺の場所で。ポテチポテチ来て。え、待って、マイクいなくね、マイクいなくね、寝てね。いないね、マイク。あ、もう長すぎた。ここでいい、長すぎました。ここ1箇所でしょ。あ、あれ。うわー、え、バウンスルト。バウンスルト。バウンスルトだけど。本当だ、You are bankrupt。 え、なんかさ、OP 誰か渡してんじゃないの、間違えて。バーンアップデートしたくない、今。え、多分全員蹴られたよね。蹴られたってか、バーンされた。バーンされて。バーンされた。師匠、寝るか。よっしゃ、普通に。僕と小太郎と数人残ってるんだけど。生きてる、浜署。あ、数人残ってる？え、なんか、それやれ、それやれ、それで。兄貴さん、小太郎さん、ヤジさん、長月、僕。
じゃあ俺解除してほしい。だけだね。5人だけ残ってる。うっしゅ。その5人でこれ挑戦するってこと。なんかその5人だけ残ってる理由が分かんないです、ね。アーデュンってやろうとしたらなんか、陰、キャ先生とかデンデンとか出てきたよ。で、俺らバンされてるの。マジですごい。じゃあ、とりあえず参加勢全員バン解除してよ。よーし。ね、誰がバンされてんのか。俺、あれこれ可能か、カモンこれ。一、うん、人順番に解除して。解除に。いや、これ無理じゃない、終わったくない。しゃあし、サーバーログどうなってんだろうね。なんか、マズ君かわいそうになってきた。これはどうします？やめとく？うん。マズさん、5人残して、ほぼ全員バンされて、うん、かつ、もしかすると、ホワイトリストからの除去とか、なんか何かしらの妨害入ってる状況。うん、どうする？一旦300人やめとく？うん、説あるね。一旦、ちょっとヒデさんとかに。ああ、普通に寝てえしな。ああ。あ、なんも取んない。え、なんか取んなきゃまずくない、でも。大文字だったね。うん。いや、なんか予想外すぎた。コータン、俺と建築バトルしない、うん、え？いや、いい。大丈夫、大丈夫、大丈夫。大丈夫って何だ、大丈夫。え、入れ、え、これできないのもう。これ、いや、もう無理、もう、拒否は無理、絶対、拒否は無理。え、てか、陰キャ転生、なんか、最初はだって300人の予定じゃなかったんでしょ？いや、300人です。あ、そうです。最初から300人のノリだ。今ここで VC ついてる人だけでさ、少人数でマイクラする。なんじゃそれ。そうだね、300人やめた方がいいかもね、今日は。50人入れる人、甲状腺サーバー入るか。あ、なんか甲状腺サーバー閉じてるら終わった。マジ？ハプテンかっこ。助けてもらう。いや、俺は300人やる。いや、無理だぞ、多分今日は。俺は300人やる。無理だよ。なんもないまま2時になっちゃったよ。俺はやる。そろそろできそうだったのに、予想外すぎた。あ、サーバー入れんねよ。多分ね、誰かがなんかオピアゲのミスったんだと思う、予想だけど。ガチ？バンあっといてできなくない？てかそもそも5人残ってるから、なんか変な方向でやってるよ。どうしてるか全くわからん。あ、そうなんだ。バンされる直前に。いや、確かになんかしてた、なんかしてた。なんかがカウントダウンしてたんだよ、なんか。えぇ、ー、が言ってる。なんかチャットしてたから、バンしようかなと思ったけど、遅かった。ガチじゃん、ガチのハッカーじゃん。え、怖っ。すごっ。なんかしよう。これはなんかしないとまずい。これはさすがになんかしないともう3時とかになっちゃうよ。iPixel サーバーいてベッドウォーズ。いや、絶対ダメだと思う。いや、やるで、ね、それやんない。電源ボット君入れないから。あ、それやろ。ね、ハイピクセル行こう。ね、ハイピクセル行こうぜ。え、怒られないそれ大丈夫。ハイピクセルって怒られるの？いや、あのね、なんかワンチャン問題が起こったら怒られるね。ハイピクセルのなんかランクみたいなやろうぜ。え、みんなでハイピクセルやろうぜ、マジで。ベッドウォーズのランクやろうぜ。本当にやるの？いや、怒られないかな。いや、やりたくないよ。見たくない。いや、俺ちょっと怖いな。俺も怖い。俺もちょっと怖い。俺は責任を取りたくないから。今から俺は止めておく。いや、僕はじゃあやめた方がいいと思う。俺はやりたい。俺はやる。俺は。え、やろうよ。絶対なんでやんない。絶対無理。ハイピクセルでベッドウォーズでしょ。何が思うんです。え、なんでやんないの。ベッドウォーズ。ベッドウォーズソロサバ埋めて団子をやろうぜ。そういうこと言うからこれが迷惑かけて。これでやればいいのに。普通でやればいいのに、そろそろで一緒に談合しようとか言い出すやついるからダメなのであって、普通にやればいいじゃん。これさ、なんかしなかったら、陰キャ転生と敵横が撮影任されなくなっちゃうって。いや、別に俺は関係ないでしょ。陰キャさんの代行だもん、これ。後日したらいいんじゃないの、もう一回。ダメなの、これ。いや、それは全然ありやと思う。ありあり、全然ありそれでも。今日読むお開きする？そしたら。俺がやる。デキョコなんかやる気か。あ、じゃあ、やんない。すぐは、じゃあ、デキョコ。デキョコ頼む。何やるの？だってやることないし。バトン渡すわ。いや、だから、それはお前が考えて。タブ見て、だって。1列。やらないよ。ないよ。0.5 列だよ、多分これ。俺のタブあれなんだけど、mc.highpixel.net なんだけど。いや、やめろ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 。やろうよ、マジで。陰キャ転生が責任取るのはいいんじゃないの？お前が責任取れるか分かんないけど。取るよ、取るよ。責任あるくないよ。ないよ、陰キャ転生。あるよ、俺あるよ。俺あるよ。俺の代行だから俺に責任があるでしょ。コウタン、俺出来横で普通にハイピクセルでベッドウォーズやってくるわ。え、僕コウタンあんまりやりながらなさそうになっちゃったよ。え、でもコウタンだってコウタン強いんじゃないの。俺と出来横普通に弱いからボコられるから。いや、出来横さん強いじゃん、PVP。インキャです弱いってよ。俺は評価きた。インキャさんも強い。え、普通にベッドウォーズで遊びたい俺。いいから。ね、え、じゃあ今日はごめん、できませんでしたって普通に。今日は、その300人くらいとごめんなさい、できませんでした、ベッドウォーズしますっていいじゃん。あ、じゃあそれでいこうか。で、よかったら使ってくださいで。300人くらいとは今回、嵐が出たり、サーバーが不調だったりして、できませんでした。寝るか。
sainte